ところであなたたち何者ですか？何者ですか？立方体が集まってさらに大きな立方体になっていく。自分はコンビニ。大人は嫌いだ。必ずここを出る。会社役員やってます。お前がオタオタしてるせいで死ぬとこだったぞ、はい、こんな無茶苦茶な進み方だとみんな死んじゃいます。動いた。ハッチの中の数字の規則性というか、デカルト座標。お前ら死ぬぞ。僕ら何かの罰なのか。まだ夢の中とか。僕ら裏切るし。ずるい。お前あっち側の人間か。やらせられない。君は黙ってろ。おい、やめろ。戻ってきちゃったんです。最初の部屋に。なんか不思議な疲れ方するんですよね、キューブって。この理不尽な環境の中、アクシデントが起こった時に何が出るかっていうのがこのキューブ。キューブから脱出できることはちょっと嬉しいです。頭の中が疲れると新鮮な感じでした。新体験、新感覚になる。前に見たことがある人も楽しめる。見たことないところに観客を連れてくっていうエンターテインメント作品が生まれたと思ってます。やめろ。